メキシコ湾岸で活動する石油、天然ガスプラットフォームの位置。その数は、およそ4000に達するメキシコ湾岸油田とは、アメリカ合衆国南部のメキシコ湾周辺にある油田、及びガス田の総称、メキシコ湾油田とも呼ばれる。生産量は2006年現在、約470万バレル。主に、テキサス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州の沿岸付近、 および沖合に展開する海底油田を指す。周辺都市としては、ヒューストン、ダラス、ニューオーリンズ等が挙げられる。近年では、生産の中心域は徐々に沖合にシフトしつつあり、沿岸から数百キロ離れた航空でも生産が行われている。1900年代初頭から開発が盛んになったテキサス州の油田開発は、徐々に海岸域へと範囲が拡大。 1938年にはスペリオル石油会社がルイジアナ州沖で最初の海上石油プラットフォームを建設。やがてアメリカ合衆国の沿岸から沖合にかけて5番路目上にびっしりと数千もの航空が設定され無数の油田が操業を行うようになった。1980年代になり油田開発が一巡すると従来では考えられなかった深度での探査が進んだ。 その中で、1989年にロイヤルダッチ、シェル社が、水深1000フィートを超える深度での油田開発を成功。沖合に向けた油田の探査が、一気に活発になった。2000年代に入ると、沿岸及び1海域の生産量が衰退し始め、補うように深海域での生産量が増加する、傾向にある。2007年現在、最新の掘削リグは、 エクソンモビル社の推進8600フィートのものであるが1万フィートを超える掘削リグの設置計画を持つ社も存在する。急速に展開が進められた大震度の油田開発は新型の浮遊式プラットフォームや半潜水型プラットフォーム、パイプライン付設など生産施設の分野で画期的な技術革新を促しており、 メキシコ湾岸で培われた技術は石油メジャーの優位性をさらに高めていくものと考えられている。2010年4月20日にメキシコ湾沖合 80km で海底油田掘削作,作業中のリグが爆発。11人が行方不明となり大量の原油が湾内に拡散した。2021年8月末、ハリケーンの間がアメリカ本土に接近、上陸。 この際、ルイジアナ州沖合で過去に廃棄したパイプラインから、原油が進出、一体のブロックをリースしていた会社が追いをかけるなど、して、対応に当たり拡散は停止した。油田地帯の海底には、過去に廃棄されたパイプラインが、スパゲティのように入り組んでおり、リスクの一つとして認識されるようになった。ありがとうございます。